そうするしかなさそうですね。繊細な私としては、屋根のない場所で寝起きするのは気が進まないのですが。だったら、最初から合図じゃなくて伏見城に行っときゃよかっただろうが。いいのか？火の番なら俺がするぜ。あなたに寝顔を見せたくないのではありませんか？眠っている間に何をされるかわかりませんからね。誰がそんなことするか！お嬢、本当にいいのか？火の番ならばわしらでもできるぞい。そっか。それなら先に休ませてもらうかな。何かあったらすぐに声かけろよ。ったく、安眠妨害もいいとこだぜ。こんな夜中に襲ってくるなんてよ。まったくです。千歳はともかく、私の眠りを邪魔するとはいい度胸ですね。無限地獄に叩き落とさなければ、気が済みません。物騒なことを言うでない。人間よりも、お前の方がよっぽど危険な気がするぞい。当たり前じゃねえか。こんな矢の嵐の中みてえな殺気の中で、のんきに寝てられるはずねえだろ。さっさと出てきたらどうです？そこの木陰で、下手くそなかくれんぼをしている誰かさん。下手くそなかくれんぼって言い方はひどいな。見つけやすいようにしてやったのにさ。知っているのか、お嬢。てめえ、久しぶりだな。この間の蹴りをつけてやる。ほう。つまり、我々十騎衆のメンツを潰してくれたのが、彼というわけですか。先ほど、会津の城下町でわしらの様子を伺っていたのも、お前じゃろ。何の用じゃ？今更、自分の犯した罪の重さにおののいて、詫びを入れたくなったのですか？まあ、許すつもりなどありませんが。謝るだって？カビが生えて腐りかけた古臭い決まりを盲信するお前たち十騎衆に？冗談は顔だけにしてほしいね。俺は単に上杉の様子を探りに来ただけだよ。まさかお前たちもここに来てるとは思わなかったけどね。
忠告したはずだよね。人間のことに首は突っ込むなってさ。俺も意外だったぜ。まさか、こんな場所で。ヤセの里を散々引っかき回してくれたバカ野郎、ぶっ倒せるとは思わなかったからな。嫌だな。いくらなんでも棟梁三匹をまとめて相手するつもりはないよ。俺こう見えても暴将だからね。お頭、こいつら本当に殺しちまってもいいんですか？構わないよ。腹をかっさばいて臓物を食らうも、頭を叩き割って脳みそをすするも、お前たちの思いのままさ。そりゃあいい。あの時から一人も殺せなくて体がうずうずしてたんですよ。なんだよそのへっぴり腰は。それで俺たちを殺せるとでも思ってるのか。そちらこそ、後ろに隠れているご主人様は教えてくれなかったのですか。我々鬼の棟梁の強さを。ほざき。鬼だろうが何だろうが、切れば血がしぶくのは変わりがねえ。なんだよその顔は。さっきまでの余裕はどこに行ったんだ。どうした。ただ受けて逃げ回ってばかりか。少しは切りつけてこいよ。
くそー、この小娘が。てめえぶっ刺しやがったな、ぐさっとよ。一体どうなっとるのじゃ。皆が一度に同じ夢でも見ているのだと思いたくなりますね。現実逃避は趣味じゃありませんが。やれやれ、時間切れか。もうちょっと楽しめるかと思ったのにな。悪いけど、用を思い出したから、そろそろ退散させてもらうよ。またどこかで会えるといいね。ふざけんじゃねえ！俺たちがこのまま、お前を見逃すとでも思ってんのか？残念でした。相変わらず爪が甘いな、十騎衆の石頭さんたちは。それじゃあまたね。古臭くてくっだらない決まりを律儀に守ってる烏合の衆さん。次に会うときは、馬鹿の一つ覚えみたいに刀を振るうんじゃなく、対抗策をきちんと考えなきゃダメだよ。くそ、待ちやがれ。やめておけ。深追いは禁物じゃ。どうしてだよ！痩せ姫を襲った犯人をみすみす見逃すのか！追ったところで何ができるというのです。敵の獲物も先方も何一つわからない状況だというのに。見るのじゃ、あれは。助けてくれ。どうしてこんな。
どうなってやがるんだ。こんなことになるなんて聞いてな。また死にたくな。やめておけ、無駄だ。千歳の言う通りです。我々にできることはもうありません。先ほどの彼らの様子は明らかに尋常ではなかった。そのしっぺ返しが来たのではないですか。もうやめろって。そろそろ眠らせてやれよ。さて、それでは皆の話を聞かせてもらうことにするかの。まずは合図に出向いていた。待ってくれ。その前にみんなに報告しなきゃならないことがあるんだ。報告せねばならぬこととな。それは一体。こいつ、和也は徳川家康と通じてやがったんだ。和武だけじゃなくててめえもかよ。一体どういうつもりなんだ。どうして黙ってやがった。言う必要がないと思ったから黙っていたまでのことだ。
なんだと？落ち着け。同僚同士が言い争ってどうするんだ。なんだよ。人間に情報を流してる患者同士でかばい合いか？十期衆も落ちぶれたもんだよな。落ちぶれているのはあなただけですよ。彼を責めるのは皆の報告をすべて聞き終えてからでもいいでしょう。さて、それでは合図で見聞きしたことを報告しましょうかね。ひとまず上杉が戦に備えておるのは誠のようじゃ。攻め込まれたら即座に応戦する構えじゃろうな。となると肝心なのは徳川家が上杉征伐を行うかどうかという部分だの。この状況じゃと、和也、お主が徳川家と通じているのは逆にありがたくもある。徳川家康は本気で上杉領に攻め込むつもりなのかの？はっきりとは言えん。徳川家の内情は俺が知っていた頃とは変わってしまっているようだからな。はて、変わっておるというのは？伏見城下の徳川家の屋敷で妙な兵に襲われ、家康と話をすることはできなかった。その者たちは鬼の頭領である我々と互角の力を持っていてな。だが戦っているうちになぜかおびただしい量の血を吐き始め、そのまま息絶えてしまった。奇遇というべきですかね。我々も会津で同じような兵たちに襲われたのですよ。途中で力尽き、吐血して息絶えたところもそっくり同じです。いやはや、世の中にはよく似た方々がいるものですね。しかも彼らを率いていたのは、以前この痩せの里に忍び込んだ族と同一人物だったらしいのじゃ。徳川家の屋敷とこれから戦が始まる会津の両方に姿を見せたということは、連中は徳川の手の者かの？敵国である上杉領の偵察に来ていたとも考えられるな。ちょっといいか。これから起こる戦に関わるかもしれないことなんだが。家康が戦を起こすってのはほぼ確定だが、どうやら全国の諸大名に動員をかけるかなり大掛かりな戦になるらしい。しかもそれだけじゃなく、新徳川派の大名が西国から出払った隙を見計らって兵を挙げようとしてる大名がいる。その大名というのは誰なのじゃな？石田三成。それは確かな話なのじゃな？
かなり信頼できる情報だ。そもそもその情報の出どころというのは一体どこなのだ？明かさないと信じてくれないってことか。依頼人の名前や護衛を引き受けた経緯については詳しくは聞かぬという約束だったが、こういう状況で頑なに口を閉ざしておる者の言葉を鵜呑みにするわけにはいかん。まあそうだよな。ただ俺の言葉を信じろなんて言っても聞いてもらえるはずないか。護衛の役目を引き受けることになった発端は、昨年浮田秀家って男と知り合ったのがきっかけだ。秀吉の元養子で五大老の一人に数えられている大名です。備前宰相とも呼ばれていますね。まさか和武の口からその名前を聞くとは思いませんでしたが。その秀家とやらがお主に三成の護衛を依頼したのじゃな。もし石田三成の護衛を務め上げれば、備前の地に一族の里を作ってくれるって話だ。備前というとお主の一族の先祖伝来の地じゃな。和武の先祖はかつて吉備津彦の御事に倒された鬼浦じゃ。いや、桃太郎に倒された鬼と説明した方が分かりやすいかの。吉備津彦の御事に倒された和武の祖先はその後定住の地を持つことができず、漂泊の民として暮らすほかなかったのじゃ。鬼の掟を破り勝手に人間と約束を交わしたのは申し訳ないと思ってる。だが俺は、俺について来てくれる一族の連中のためにも、俺たちの子孫のためにも、何とかして先祖伝来の地をこの手に取り戻したいんだ。事情があるのは分かったが、人間に関わるなってのは鬼の掟だ。その真偽に背くのは問題があるだろう。今の話が本当なら、三成はまた祭りごとに関わるようになるってことじゃねえか。それに和也が仲良し小良ししてる徳川家康は絶大な権力を持ってる大大名だろう。そいつらに関わり続けるなんて許されるはずねえだろうが。それが鬼の掟だというのなら、俺は十騎衆から外されても構わん。カズヤ、何を言うておるのじゃ。随分な入れ込みようじゃねえか。家康に何を吹き込まれやがった。天下取りの手伝いをすれば国を一つ任せてやるとでも言われたのか。
お前は、かの者からそういった取引を持ちかけられているのかもしれんが。俺はともかく、家康を侮辱するのはやめてもらおう。お前と一緒にするな！人の世で大きな戦が起こるという時に鬼同士で争ってどうするのじゃ。争いは何も生まんぞ。そっとしておきなさい。今は考える時間をやった方がいいじゃろう。和武、お主の事情はよくわかった。お主は今まで八瀬姫や十騎衆に多大な貢献をしてきたからの。望みを叶えてやりたいところじゃが。一族で暮らす里が欲しいというのなら、他の一族の里に共に住まわせてもらえばよかろう。人間の護衛などという厄介な役目を引き受ける必要などどこにもない。それじゃ意味がないんだ。棟梁の俺が自分の手で祖先の血を取り返さないとな。つまらない意地だと思われるかもしれないが、これは俺の手でやり遂げなきゃならないことなんだ。まったく、和也とは別の意味で面倒な男じゃの。わかった。今まで通り三成の護衛を続けるのは構わん。ただし、里を出るときには必ず一言残していくようにな。それから、例の族に関することや今後の世情の動きなど、わしら鬼の一族にも関わる情報をつかんだときは早めに知らせてくれ。なあ、わかった。